いつも動画を見てくださってる方はですね、あ、ハイチ髪切ったなっておそらく気づいていただけると思うんですね。今回は結構バッサリ切ったんで。で、いつもね、この長さにするとコメント欄にね、前みたいに長い方が良かったって書かれることがね、非常に多いんです。で、私もね、そんな気はしてるんですよ。いつも切るたびに思ってはいるんですけど、まあ、その気持ちはね、ぐっとこらえましょう。なぜなら、切ってしまったものは伸びないんですね。なので、それを書く前に、ひとまず高評価をしておきましょう。そして、特に男性諸君、絶対女の子に、切る前のが良かったよって言っちゃダメだぞ。はい、では改めましてよろしくお願いします。ハイチーです。まあ今受験生の皆様、まあ受験生じゃなくてもね、テスト時期だと思うんで結構テスト勉強頑張ってる方多いと思うんですけども、まあ受験生の方の中では、そろそろ勉強しなきゃやべえのかなっていう雰囲気が出てきてる方も多いと思うんですね。まあ塾行ってない方は、夏期講習行かなきゃまずいかなとか、塾どうしよっかななんてね、考えてくる時期なんですけど、で、だけど、やんなきゃいけないんだけどやる気なんねえななんて方も多いと思うんですよ。あー勉強やんなきゃいけないけどめんどくせえなー、でもやんねえとなー、何やったらいいかわかんねえんだよなー、もう。まあそんな方も多いかと思うんですね。で、まあ勉強の仕方とかやり方って、例えば教材を使ったり塾を使ったりとかいろんな方法があるわけですけど、まあせっかくこのチャンネルをやっているので、じゃあ自分のこの勉強動画を使ってどういう風に受験勉強をやってった方がいいのかっていう、ちょっとプチアドバイス、まあ言ってしまえば動画使ってねっていう話なんですけど、まあ、それをちょっとね、伝授ちょっとね、レクチャーしていこうかと思います。で、今回は理社です。理科と社会をピックアップして話していきます。理科と社会っていうのは非常に伸ばしやすいです。伸ばしやすい、これは楽して伸びるんじゃなくて勉強方法がシンプルだから伸びやすいのね。結局どんな科目でも努力をしなかったら伸びないです。塾に行けば成績が伸びるなんて幻だからね。塾に行って勉強するから成績が伸びるんだよ。まあ、ちょっとそれまで話がね別なんで、別の動画で撮ろうかと思うんですけど。で、理科社会なんですけど、もちろん闇雲に動画を見まくる。でも成績は伸びると思います。伸びますけど、闇雲にやってしまうと、ちょっと寄り道というか、遠回りをしてしまうんですね。なので、できる限り、こう短い時間で効率よくやってほしい。じゃあどうやるか。で、これは動画と学校指定のものでもいいし、書店のものでもいいので、問題集を一冊用意してください。ワークです。で、これはね、例えば動画をある程度見た後に覚えます。覚えた後にワークをやる。これが基本スタイルです。動画で覚えてワークをやるんです。ただし、例えばこの動画、一本のね、自分の理科の動画を見ました。社会でもいいです。動画を見ました。その動画がこのワークのどこなのかってちょっと見つけにくいんですよね。やっぱりそこはリンクしにくいとこなので。なので、単元ごとに分けます。例えば、中学2年生のこの単元、まあ、教科書でいう何章ってやつです。その章を自分もまとまってるので1個分、まあまあ10本とか15本ありますけど、それを一通りやったらその章のワークをやる。で、もちろんもうちょっとね細かくして、この動画3本分ぐらいで多分このページっぽくないって分かるんだったらそれでもいいです。分かんなかったら最終的には章でやるといい。こうやってある程度自分で覚えたもの、インプットしたものをしっかり、まあ、自分の動画でもそうですけど、他の問題でアウトプットする、使ってみる。で、あ、こういう風に出題されるんだ、こういう風にやれば解けるんだっていう実践を積み重ねてください。で、社会も同じです。歴史だったらホニャララ時代っていう塊で覚えます。それをワークでやります。地理とかだとちょっとその部分がね、見にくいというか分かりにくい部分も出てくるとは思うんですが、基本的には覚えて実践するっていうこのサイクルでやっていきます。じゃあどう覚えるかっていう話なんですけど、これね、例えば15本の動画を1日で覚えるのは厳しいです。それは非常に厳しい。今まで勉強成果と勉強習慣があった方だったらまあいけるかもしれない。でも今まで、ね、さっき見てくるくる回ってね、あーめんどくせえなーって思ってた方がいきなり15個覚えるぜ、なそりゃきついよ。だったら1日1動画もしくは1日2動画、それは絶対覚えるんだって。そのたまたま今日当たった動画が、おい20問もあんのかよとか、お今日5問しかねえじゃんとか、いろいろあると思うんだけど、それは関係ない。もう2つの動画を覚えるって決めたんだったら、それを徹底的に繰り返す、反復、絶対に覚えるんだって。で、人の記憶っていうのは1日ではとどまらないから、今日覚えました、で寝る前にテストすると、動画を戻してね、動画戻してテストをする、あ、OK 覚えた、そしたら翌日の朝もしくは学校から帰ってきた時にもう一回やるんです。絶対抜けてるから、
気にしない、抜けてても。ある程度抜けてたらもう一回入れ直す、繰り返してやっていくことによって量が必ず得点に伸びる、得点につながっていくので、もうまずね、今めんどくせえなって思ってる方はいつかはやんなきゃいけないから、リシャに関してもだったら早く始めて損はないから、ひとまずじゃあ今日ね、みんなたまたまこの動画出会っちゃったら、じゃあリカ一本やってみっかなって決めて、一本でいいからまず覚える、で自分の中でどういう風にこの動画を使って覚えたらいいのかなっていう、その方法はみんな自身が見つけるべきことなんで、ぜひ今日一本、まず一本でいいんでやってみましょう。